保別トンネルは、北海道有仏軍ム川町と、シムカップ村との間にある、道東自動車道のトンネルである。全長は4318メートルと、北海道では2019年現在、3番目に長い。向川ワ保別インターチェンジとシムカップインターチェンジの、間を東西に貫いている。しかし、屈作には、日本最大規模の分布を誇り、非常に脆弱なジャモン岩を貫き、 付近を通る赤昌線でも難工事となった区間である。中でも、東トンネルは非常に長いことから工事関係者から最後の取り出とされていた。2006年3月から掘削を開始。毎月40から100メートルのペースで進んでいたが、2008年には蛇紋岩特有の膨張や崩落により、掘削するペースが20メートル程度に落ち、 ついには1メートルも進まない月も出た。2009年には日本の高速道路史上初の高体力二重四歩行などを採用したが、400メートルもの土かぶりや切り花崩落対策に対する修復を求められ、残り1000メートルで作業が停滞し、工事関係者を悩ませた。それでも同年の夏には10分で効果が得られる窓化欠製のコンクリートを使用して、 蛇紋岩と地圧を抑え、さらに重機を2倍に増やすことで、掘削のペースを40メートルに戻した。そして掘削開始からおよそ4年半後の2010年には、苦心の末に貫通し、その1ヶ月後には土木学会賞、技術賞を受賞した。掘削断面は、最大で131平方メートルにも及ぶ。これは底面に1.5メートルのインバートを設けたため、 暫定2車線のトンネルでは非常に大きい断面になっている。長大トンネルのため緊急避難路として50メートル間隔で緊急車両に対応した避難口が存在する。壁面には1キロメートル置きに出口までの距離表示が向川町とシムカップ村の境目にはカントリーサインのイラストと市町村名が表示されている。また、 両方の入り口には、スノーシェットが設置されており、調和トンネルとの間は、スノーシェットで連結している。なお、地図性には方面は、当トンネルから長い下り坂が続くため、速度や車間距離に注意が必要である。ありがとうございます。